遠藤さん、2年ぐらいのキャリア、それから金田の方がですね、5年くらいなんですがね、こういった若手に今一番必要なことはどんなことでしょうかね。やっぱりね、その終始一貫ね、プロに徹するということですね。プロに徹する、プロに徹するということですね、はい、この、まあ、木村選手はですね、なかなかそのこういうそういうそのね、全て技精神力ですね、はい、強いものを持ってるんですよね。しかし佐山君はね、まだ若いですからね、まあそういうことにその負けず劣らずね、先輩の一つずつですね、気づいた道を自分が打ち破っていくんだと、これが自分の道なんだというようなことがまあ必要じゃないかと思いますがね。力比べ、さあ振り手でこらえます佐山、その上に重量、全重量をかけました木村です。素晴らしい振り手返っています佐山、これを返した、素晴らしい場面。いやこういったのはもう本当に桜井さん、これ練習のですね、はい、賜物、そしてこれは天性の勘ですね。そうですね、まあ、天性のね、いわゆるその弾力のある肉体、それからまあ運動神経ですね、はい、これに加えてね、やっぱりね、練習ですよ、うん、この練習量も多いことではない、この木村君もね、佐山君ももう本当にプラスですからね。そうですね、プロレスリングの場合は、はい、スピードというのは単なる飛んだり跳ねたりだけではなくてですね、メドの技から技へのこの連携のね、タイミングスピードですね、あこれがね、この木村君の場合は素晴らしいんです。そうですね、まあ、とにかくタイミングを使ったボーリングクラッチですね、あるいはネットボールクラッチ、もう少しこう研究をしたいと言っています木村なんですよね。そうですね、まあできるだけすればこの辺でしょうね。近距離からの回転回し蹴りです。さあ佐山君のリープです。佐山はね、いいですね、至近距離からのフライングドロップキックは本当に何かこう猪木を彷彿させますね。やはりバネがなきゃできませんね。で佐山君の場合 のドロップキックって非常にオーソドックスなね、はい、と言いますかね、古典的なスタイルなんですね。普通今ドロップキックと体の回転するわけですよ、ね、ペドロ・モラレスというですね、はい、こうしたのまっすぐ反射で起きました。腕をロックして巻き投げに行きました木村です。19歳の佐山グリーンのトランクス、木村ががっちり捉えていますが、木村がわずかに先輩です。しかし2人とも23歳と19歳という非常に若い気鋭の対決。さあロープに振る、大きくが見合います。今度は木村のドロップキックだ。ドロップキックとドロップキックの応酬、そしてさあ回転を抑え込むヤクルはどうだ。2カウント10分経過。今のね、この球を打って逃れるやり方ですね、はい、この辺はやっぱり木村君ね、なかなかね、やはり先輩ですね。なるほど、やっぱり3年半のキャリアが多い伊達に、こういうね、ちょっとのずるいプレーを身につけてきてるということはね、やはり木村君が絶対に迫ってきてるということですよね。グラウンドスタイルになりました。ボディーシラーズにやっています佐山。しかし本当にこのね、こういうその若い選手のね、このみずみずしいファイトというのがね、もう見ていていい気持ちいいですね。これはもう3分思い切ってね、今日行ってますからね。ホーキックからハンマーに決めました木村。リストを取っています。さあネッククラッチ、首を取って押さえ込みました。サイドヘッドロックだ、ロックきた、サヤマーバーショルダーブロック、しかしこれはやはり取っていく、サヤマー、はい、今度は木村がよく見ていた、そしてカウント、さあ押さえ込んだ、体固めるやだ、これです、これです、ネバの得意の終戦法のクラッチホールドです。一瞬のタイミングをうまく使いました。12分53秒、木村君は勝ちました。